はい。本日はですね、僕が持ってる防水アイテムをすべて紹介していきたいなというふうに思います。で、今回は紹介するのがですね、すべてで17点あるんですけども、まあ、僕普段はですね、登山とか全くせえへんし、アウトドアって言ったらどっちかって海の方が好きなんですけども、なぜか知らんけど防水ジャケットとか防水のアイテムがどんどん増えていって、まあ、気がついたらジャケットが14着、5着、あともろもろっていう感じで17点計あったんですけども、まあ、普段はあんまり外に出ることがなくて、こうやって YouTube 撮影したり編集したりしてるので、基本的に引きこもり系なんで、お前こんなに引きこもってんのに、防水ジャケットいつ使うねんっていう感じの話なんですけども、まあせっかくたくさんあるので紹介していきたいなというふうに思うんですが、僕はですね、嫁がいてて、嫁からはですね、また防水ジャケット買ったんって言われることは全然ないんですけど、なぜか知らんけど視聴者の方からまた防水ジャケット買ったんって言われるんですけど、まあそれぐらい防水ジャケットがちょっと溜まってきたので、まあ一旦ここで自分でも把握するための意味も込めて紹介していきたいなと思います。でですね、一つ言い忘れてたんですけど、今から紹介するアイテム17点っていうのは基本的には全部動画作ってますので、細かい紹介動画っていうのは下の説明欄にリンク貼ってるので。そこから見ていただければいいと思うんですけど、今回はざっとした大まかな説明をしていきたいなというふうに思います。では今からざーっと17着紹介していくんですが、まず1着目っていうのがこちらのパタゴニアのトレントシェル 3L ジャケットということになってます。まあ、こちらがですね、比較的最近買ったジャケットにはなってるんですけども、パタゴニアの中でも今年から出たシリーズになってて、2020年から出たアイテムになってるんですが、一応完全防水で登山でも使用できるっていうようなアイテムになってて、まあもちろん僕は登山では使用しないんですけども、まあ、このジャケット自体がですね、まあ、これからの例えば梅雨とかだけじゃなくて、多分冬場とかであれば冬場の防風ジャケットとしても全然使えたりするぐらいのアイテムになってるので、まあ僕は今回オレンジっていう派手めの色をちょっとチョイスはしてるんですけども、まあシンプルな色を選べば真冬でも着れるし、例えば梅雨時期とかやったら雨よけジャケットにもなるっていうようなジャケットになるんじゃないかなというふうには思います。まあ僕個人的な感想としては、パタゴニアって結構色味が綺麗なジャケットが多いと思うんです。だからどうしても他のブランドでは結構地味な色をチョイスするんですけど、このパタゴニアに関してはやっぱ染色が綺麗なんで派手めの色とかちょっと違う色っていうのをチョイスしたくなるので、今回このマンゴーを購入したっていうことになってるんですけど、まあ機能面とかで見ても結構使えるような機能があって、それこそベンチレーションっていうこの脇のところのジップがついてるので、このジップを開けてあげれば、今時期とかやったらちょっと梅雨時期にこれ着るの暑いなと思ったとしても、このベンチレーションを開けてあげれば中の熱っていうのが外に逃げていくので、まあ意外と冬も使えるぐらいしっかりした生地感にはなってるんですけど、こういったところがまあいかにも登山用品らしいなっていうことで、登山用品で使えるってことはマチギアってめちゃくちゃ使えるので、まあどんなもんかなと思って買ったっていうジャケットにはなってます。まあ、このジャケットは値段的にもそんなにもめちゃくちゃ高くもないし、まあ、めっちゃ安くもないっていう、まあ、普通のベーシックな感じの値段で、なおかつ機能も一通りついてるっていうような、17着僕が持ってる中でも一番真ん中ら辺に位置するような防水ジャケットかなというふうには思います。では次のジャケットいきたいなと思います。はい。では2着目はですね、こちらのノースフェイスのドリズルジャケットというジャケットになってます。まあこれも結構比較的最近購入したアイテムになってるんですけども、まあこれの一番の特徴といえばですね、フューチャーライトという生地を使ってるってことなんですけど、まあこれに関してはもう散々別動画で喋ってるので、まあこの動画では喋らないんですけども、まあこれも完全に防水ジャケットっていうことになってて、まあこれから大雨が降ったりとか台風が来たりしても全然濡れませんよっていう感じになってたりとか、あとまあ通気性も良かったりするので、特に蒸れやすいこれからの時期っていうのは結構重宝するようなジャケットになるんじゃないかなと、まあ僕は個人的に期待はしてるんですが、まあいかんせん引きこもり系なんであんま外出ないんで、これを使う機会があるかどうか知らないんですけど、まあランニングしはる方とか、あと散歩する時とかには結構使えるんじゃないかなと、まあ個人的には結構期待はしてるジャケットにはなってるんですけども、ただいかんせんこれが発売されてまだ間なしっていうことで、これ2020年から発売されたモデルになってるので、まだわからないことも結構多いので、まあこれから使っていけば分かっていくと思うんですけど、今のところ分かってるのは完全防水で、まあ通気性がいいっていうことぐらいは分かってるんですけど、まあ使い勝手であったりとかっていうとこは、まあこれからちょっとずつこう分かっていくんかなというふうには思いますが、着心地とかは結構いいので、よくカッパ特有のパリパリ感というか、こうなんか硬い感じが嫌な方とかは、こういう比較的柔らかい生地を使っているような防水ジャケットっていうのは、今までにないような生地感になってるんじゃないかなというふうには思ってます。まあこれに関しては散々別動画で喋ってるので、もうこれ以上の説明はいらないかなと思うんですけど、まあそれぐらいノースフェイスが力を入れてるジャケットかなというところになっております。Got burned. Look at us now. We scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Mm-mm.
では次はこちらですね。モンベルのレインダンサージャケットになってます。これで、パタゴニアノースエースモンベルってきましたけども、このモンベルがですね、僕買ってみたら意外と良かったなっていうところになってて、買うまではそんなに正直期待してなかったんですけど、買ってみたら意外と良かって、まあ、これがゴアテックスっていう完全防水の生地を採用してるんですけど、それなのに値段が1万円台で買えるっていう超コスパのいいジャケットになってて、これも梅雨時期だけじゃなくて、例えば秋冬とかであればアウターとしても全然着れるので、これを着て中にインナーダウンとかを着ちゃえば理論上は冬でも全然過ごせると思うので、まあ寒がりな方とかはダウンジャケットをちゃんと着た方がいいと思うんですけど、それぐらいちゃんと機能が充実してて、なのにもかかわらず1万円台で買えるっていう、これ何回も言うんですけど、それぐらいコスパがいいので、僕個人的にはいい意味で裏切られたというか、まあ僕の個人的な感想は知らないと思うんですけど、まあそれぐらい期待はしてなかったのに良かったなというジャケットになってて、まあ1万円台からどっかちょっと変なとこあるんちゃうかとかって思っていろいろ探したんですけど、結局まあ細かいところ、こういうところも止水ジップ使われてたりとか、あと生地自体もリップストップナイロンって言って丈夫な生地使われてたりで、なおかつ生地自体も50デニールっていう結構まあまあちゃんとした生地、張り越しがあるような生地になってたりするので、今のところあんまり欠点が見つからないようなジャケットっていうことで、これは結構コスパ的にもいいし名作のジャケットじゃないかなと、まあ僕個人的には思ってるんですけど、まあそれがこのレインダンサージャケットってことになってるんですけど、まあもちろん機能的に考えたらもっと機能を詰め込めれるはずやと思うので、1万円でできることは最大限できてるとは思うんですけど、例えばさっき言ったみたいにベンチレーションとかはなかったりとかするので、そういうもっと機能が欲しい登山家の方とかからしたら全然物足りないかなと思うんですけど、街中で使う分に考えて欠点は多分見つからへんのちゃうかなというふうに今のところは思っております。はい、ではですね、次はこちらのノースフェイスの薄いジャケットになってるんですけど、こちらがスワローテイルベントフーディーという名前になってですね、まあ元々が一応ランニング用として作られたジャケットになってるので結構生地が薄くて、まあそれこそこれに関しては完全防水ではないので大雨とか降っちゃえば濡れちゃうんですけど、多少の小雨ぐらいであれば使えるようなジャケットになってて、このスワローテイルベントフーディーというこのベントっていう付く名前のやつはもう2019年しか販売されてないんですけど、スワローテイルフーディーっていうジャケットはこれ似たような形なんですけど、現在も販売されてて、まあ、同じようなスペックにはなってるんですが、結構持ち運びとかに特化したようなジャケットになってるので、まあ、生地も薄いしめちゃくちゃ軽いっていうことになってて、まあ、梅雨時期の小雨とかやったらこう雨降ってきたなと思ってさって気軽に着たりもできますし、あ雨やんだなと思ったらくるくるってちっちゃく畳んでカバンの中にポイーンって掘り込んだりもできるので、結構実用性は高いジャケットじゃないかなというふうにまあ僕は思ってて、去年1年間使ってみたんですけど、あ意外と使えるなっていう感じで、まあ、秋冬とかには使えないんですけど、今の時期ですね、春から秋ぐらいにかけては結構使えるアイテムになってるのかなというふうに思います。はい、では次はこちらですね。こちらがレイジ GTX プルオーバージャケットってことになってるんですけども、まあ、こちらがですね、結構まあ派手なジャケットやなっていう感じはすると思うんですけど、まあ、これがですね、あのレトロな色味を復活させてるってことで、確か1980年か90年か忘れたんですけど、そういう時の当時の色味を復刻させたっていうようなジャケットになってて、2019年しか販売されてなかったんですけど、まあ、それがこちらのジャケットっていうことになってて、まあ、このジャケットに関してはゴアテックスっていう生地を使ってるので完全に防水なんで、もう雨が降ろうが雪が降ろうが台風が来ようが、まあ雷来たらちょっとあかんと思うんですけど、まあ、そういう水気のものとかは全然対応できますし、極端な話、まあ、これ着て台風の中外に出ても濡れないっていうぐらい機能的には申し分のないジャケットにはなってるんですが、ただですね、生地が70デニールって比較的分厚めの生地になってるので、今からその梅雨の時期に着ていくジャケットっていうよりかは、まあ秋冬、まあ真冬とかに着るようなジャケットになってるのかなというふうに思いますので、一応まあ防水ジャケットとしては紹介はしてるんですけど、まあ、梅雨に着ちゃうとちょっと暑いと思うので、あの裏地とかもついてるので、さすがにこれを梅雨に着ちゃうともうダボダボに汗かくと思うので、まあ秋冬がメインの着方にはなるかなとは思うんですけど、僕個人的な思い出としてはですね、これ一応北海道に旅行行った時に買ったジャケットになってて、ちょうど2019年の正月に嫁と一緒に北海道行った時に、北海道のノースフェイスの店舗でたまたま衝動買いして夫婦でお揃いで購入したっていう、まあ一応僕の中で思い出のあるジャケットになってるので、まあ派手であんまり普段着ることはないんですけども、まあこれからも大切に持ってるジャケットになるんじゃないかなというふうには思います。なので今シーズンとか今年は
多分レイジシリーズのこの色っていうのは多分出てないと思うので、まあ、2019年だけ出てたんかちょっとわからないんですけど、まあ、ノースフェイスにしてはちょっと珍しい色の展開かなというふうには思います。はい、次はこちらですね。もう今ちょっと何着目かがもう僕はわからないんで、もう忘れたんですけど、これがアークテリクスのスコーミッシュフーディーということになってます。これはアークテリクスの中でも結構定番中の定番のアイテムで、よくセレクトショップとかでも結構別注がかかったりとか、セレクトショップでの取り扱いも多いジャケットになってるんですけど、まあ、実際着てみたらその理由がわかるというか、それぐらいちゃんとスタイリッシュになるなっていうところが結構随所に散りばめられてたりするので、まあ、そういうところを考えたら結構私服としても着やすいんかなと思うんですが、ただですね、これ防水ではなくて撥水性があるだけになってるので、ちゃんとした雨が降ったら全然これでは濡れちゃうと思うんですけど、まあ、多少の小雨ぐらいやったら対応できるので、まあ、これから梅雨の時期、大雨ではないけどなんか若干降ってるなぐらいやったらこれで十分対応できるんじゃないかなというふうに思います。で、一応まあ防風ジャケットにもなってるので、朝晩が寒い時とかもさって着とけば寒くないですし、で持ち運びとかにも適してるので、このジップに全てジャケットをキューって収納できるようにもなってて、昼間はカバンの中に掘り込んどいて、通勤の行き帰りにこれをさって羽織ったりとか、あと今日はちょっとあったかいからカバンの中掘り込んどこうとか、あちょっと雨降ってきたからこれ取り出して着とこうみたいな感じのができるので、実用性が高いんじゃないかなというふうには思います。で、このジャケットはですね、こちら紹介する時も言ったんですけども、この横のところのポケットがないっていうのがめちゃくちゃデメリットで、ちょっと残念やなと思うんですけど、まあ、そこに関してはやっぱり使っててもこれないのちょっとデメリットやなっていうのは、使ってて思うかなというふうに思います。はい。では次はこちらのジャケットになってますね。こちらが、カナダのブランドになってるんですけど、これだけ唯一、イーベントっていう防水の生地を採用してるんですけど、このイーベントっていう生地はですね、ゴアテックスとライバルになるんじゃないかって言われてるぐらい、機能性が高い生地を採用してるんですけども、まあ、ゴアテックスがあまりにも有名なので、イーベントってあんま知らない方も結構多いと思うんですけど、ゴアテックスといえばアメリカの会社が作ってる生地で、イーベントといえばイギリスが作ってる生地っていうことになってて、まあ両方ともそうなんですけど、国単位が支援して作ってるので、まあ、めちゃくちゃ高機能なジャケットっていうことなんですけど、まあそれを採用してて、ブランド自体はカナダなんですけど、生地はイーベントっていうイギリスの生地を採用してるということになってます。で、こちらはですね、以前僕は商品提供いただいたジャケットになってるので、今も販売っていうのは終了してて、多分クラウドファンディングは終了してると思うので、ちょっと買えないかもしれないんですけども、まあ、切り返しとかのないシンプルな単色になってるので、より綺麗めな感じで着れるというか、やっぱりアウトドアのブランドって結構切り替えがあったりとかするので、あんま私服で着づらかったりするところあると思うんですけど、まあ、これに関しては単色やし、ロゴとかも変に入ってないので、まあ、スーツの上からさって着れたりとか、まあ、シンプルに着たい方とかには結構おすすめのジャケットやって、で、機能としてもしっかり止水ジップが使われてあったりだとか、あとフードが襟元に入ってあったりだとかするので、まあ、普段はこんな感じでしまっといて、綺麗めな感じにしといて、フードを使いたい時だけここをジップで開けていったらフードが出てくるっていうような仕様になってます。で、このイーベントっていうのはですね、まあ、ゴアテックスとよく比較したりするんですけど、ゴアテックスよりもちょっと透湿性が高いっていうのが結構有名で、蒸れを逃がしてくれやすいっていうのは結構言われてたりするので、まあ僕着てて体感であんまり分かることはないんですけど、一応数値としては透湿性は高いようなジャケットになってます。では次はですね、こちらのユニクロのブロックテックパーカーになります。で、僕がですね、今回紹介する17点の中で唯一ユニクロっていうのはこの1点だけなんですけど、まあ検証用に買ってみたっていう感じになってて、ユニクロとしては防水ジャケットって歌ってて、まあめちゃくちゃ人気があって有名なジャケットかなとは思うんですけど、以前動画で検証した時に1分間水を当て続けるとしっかり水は浸透していったんで、まあ今までこうバーって見てもらった中でゴアテックス使ったりするジャケットが多かったと思うんですけど、それに比べると防水っていうよりかは、まあ少し小雨程度やったらしのげれる
るようなジャケットになってるんかなという位置づけでは思っております。なのでこれから梅雨の時期とか、うわ雨めっちゃ降ってきたな、でもこれがあれば大丈夫っていう感じほど頼れるようなジャケットではないので、まあ多少の小雨やったらこれ着たら大丈夫かなっていうような位置づけかなというふうには思います。まあただですね、値段的には結構安くて、まあ、僕が今回紹介する17点のアイテムで一番値段が安くて6000円とかなんで、まあそれ考えたらコスパ的にはやっぱりさすがユニクロやなっていう感じはするんですけど、防水って考えたらちょっと物足りんかなという感じにはなっております。はい、では次はこちらですね。こちらのノースフェイスのコンパクトジャケットっていうことになってるんですけど、これは先ほどのユニクロと同様に防水ではなくて撥水、なんかちょっと水を弾く程度になってるので、多少の雨であれば対応できたり、まあ、ノースフェイスの中でも結構値段は安くて1万5000円切るぐらいなんで、まあ、入門ジャケット的な位置づけやと思うんですけど、機能面としてはちょっと物足りない感はあって、雨も少しやったら対応できるけど、ちゃんと降ったらめちゃくちゃ濡れるやろなと思うし、風に関しても暴風って言っても着ててもなんか風はちょっと感じるような気もするので、機能面としてはちょっと落ちるんですけど、まあとにかくノースフェイスのジャケットが1着欲しいっていう方はまず入門としてこれはめちゃくちゃいいと思うんですけども、雨とか風とか用のジャケットとしてはちょっと物足りひんようなジャケットになってるんじゃないかなという感じにはなってます。まあただその分ですね、こういうベルクロであったりとか、あとドローコードとかがついてあったりするので、まあこの辺っていうのはですね、アウトドアの要素っていうのを入れてると思うので、まあサイズの調整であったりとか、自分らしいシルエットっていうのは作りやすいようなジャケットにはなってると思うんですけども、生地自体のクオリティとしてはまあまあそこまでかなという感じには思います。はい、では後半戦になってきました。次はこちらノースフェイスのクライムライトジャケットっていうジャケットになってるんですけども、これはノースフェイスの店員さんも結構押す人が多いぐらい定番のアイテムになってて、ゴアテックスっていう生地を使用してるので完全に防水ですし、あと持ち運びもできるようなジャケットになってるので、まあ、これからの時期とかは結構頼りがいのあるようなジャケットで、まあ、本当に人によったら1年使えるっていう人もいてると思いますし、生地としては結構薄くてですね、二重デニールって言って今まで紹介した中でも結構薄い方に入るようなジャケットにはなってるんですけども、まあ、それにしてはちゃんと風も防いでくれるし、雨も防いでくれるっていうことになってて、まあ、真冬とかになってきたらいくらインナーダウン着てもちょっと寒いんちゃうかなと思うんですけど、まあ、それでも1年間ずっと使ってますっていう方もいらっしゃるぐらいなんで、まあ、このジャケットはめちゃくちゃ使い勝手がいいんじゃないかなと個人的にも思っております。でその結果僕はこの色とこのネイビーとこのイエローと3着持ってるということになってて、同じジャケットを色違いで持つ必要あるんかなって思うんですけど、気がついたらこうやって持ってたっていうことになってて、一応それぞれに思い出はあってですね、これが一番最初に買ったノースフェイスのアイテムなんで、これ5年か6年前から着用してるんですが、まあそれでも全然現役ってことで、このジャケットに関しては店員さんとかも10年以上着てる人とかもいてはるので、まあ、ちゃんと手入れさえすれば結構持ちはいいんじゃないかなと思いますし、これに関しては嫁とお揃いなんですけど、これは2年前に福岡に行った時に福岡のノースフェイスで購入したアイテムになってるんですが、たまたま女性の店員さんがこれ着てて、それを見た嫁が一目惚れしてめっちゃ可愛いあれ欲しいってなって、まあ購入したんですけど、まあそれでついでにお揃いで購入したってことになってて、まあこれに関しては機能はいいって分かってたんで、まあ欲しいやつじゃあ買おうかっていうことで買ったんですけど、まあそれぞれに結構思い出があったりとかしてるので、まあ気がついたらこんな感じで同じジャケットやのに3色を持ってるということになっております。はい、で次はですね、こちらのノースフェイスのマウンテンジャケットっていうことになってるんですけど、これはもう僕が持ってるジャケットの中でもめちゃくちゃ上位に入るぐらい気に入ってるジャケットにはなってるんですけども、これからの梅雨に着るにしては少し厚いような生地になってて、生地がですね、今まで紹介した中で一番分厚い150デニールっていう生地の分厚さになってるので、さすがに梅雨とかには着れないとは思うんですけども、秋とか冬に関してはこうメインアウターになるぐらい使えるようなジャケットになってて、その分値段も結構するんですけど、5万5000円ぐらい値段はしてて、結構値段は高いかなとは
思うんですけども、個人的にもめちゃくちゃ好きなジャケットやし、世間的にも人気のあるようなジャケットになってます。まあ、これは本当に持ち運ぶことを考えられてなくて、もうメインのアウターとして着るような感じになってるので、持ち運ぶ用のスタッフサックとかは全然ついてないので、もうがっつりアウターとして着る感じにはなってるんですけども、秋冬なんかやったら、それこそ僕大阪に住んでるんですけど、梅田とかに行ったらこれ着てる人一人は絶対いてるでっていうぐらい定番のアイテムになってたりだとか、これのもう一個軽量版というか、もう一個下のランクでマウンテンライトジャケットっていうのもあるんですけど、僕はそれを以前まで持ってたんですが、まあ、今はこのワンランク上のマウンテンジャケットを持ってるっていうことになってるんですけど、まあ、結構頼りがいのあるジャケットで、秋冬になったら困ったこれ着とけっていうぐらい使い勝手のいいジャケットになってるんじゃないかなと思っております。でこれもゴアテックスを使用してるので、もちろん通も着れるんですけども、先ほど言ったみたいに生地は分厚いので、まあ、これからの時期はおすすめではないんですけど、秋冬には結構おすすめかなというふうに思います。はい。では次はこちらのノースフェイスのヌプシシャツになってます。で、これはですね、今までとは違って、ジャケットではなくて唯一シャツになってるんですけど、このシャツも撥水の加工っていうのが行われているので、まあ大雨とかは全然ダメなんですけど、多少の小雨であれば対応できるようなシャツになってて、まあこれからの梅雨の時期とかやったらアウタートップスとしても着れると思うので、まあ今回紹介はさせてもらったんですけども、まあ、これに関しては多少の小雨も防げるっていうのもそうなんですけども、これユニセックスで女性も着れるんですが、嬉しい機能として UV カットっていうのもあるので、女性の方とかが結構メインで着やすいような感じになってるんじゃないかなと思うので、長袖なんですけど、これから夏に向けてどんどん着ていけるようなシャツになってるんじゃないかなというふうに思います。でついでに雨も弾いてくれるっていうような感じになってるかなと思います。なので一応紹介しております。はい。で、次がですね、こちらのノースフェイスのスーパーハイク GTX パンツということになってます。で、こちらなんですけども、ゴアテックスになっているので、全く濡れないというのはもちろんそうなんですけども、それ以上に、この膝のところでジップがついているので、ここをギュッてめくってあげると半ズボンになるんですよね。という、こんな感じで半ズボンになるので、これはもちろん両方とも外せれるんですけども、これの何がいいかっていうと、例えば旅行先とかにこれ一着持っていくだけで、半ズボンの防水ジャケットにもなるし、長ズボンの防水ジャケットにもなるってことで、まあ、極力荷物を減らしたい場面とかでもめちゃくちゃ使えますし、で、さらにゴアテックスやから機能が低下するってこともないし、っていうので、めちゃくちゃ重宝するようなパンツにはなってるんですけども、結構僕の視聴者の方もですね、このパンツの名前教えてくださいって言われること結構多かったりするんですが、今もこの商品は販売自体はもう終了してるみたいで、唯一楽天とかで残ってる分だけが販売されてるみたいなんで、一応それも下にリンクには貼ってるんですけども、まあ、生産自体は終了してるみたいなんで、まあ、気になる方は今残ってる分しかないみたいなんで、早めに狙われた方がいいんじゃないかなというふうには思いますが、僕は唯一このゴアテックスのパンツ1本しかないんですけども、この1本あればこと足りるっていうぐらい、まあ、使い勝手のいいアイテムかなというふうには思います。はい。では、ラスト2点ということなんですが、次がですね、こちらにないんですが、紹介するのはこの時計になってます。で、これはですね、G-SHOCK の5600シリーズっていうやつなんですけど、それのもう定番中の定番の時計になってて、もう僕これは 5,6 年前から愛用してるんですけど、この時計はですね、まあ もちろん防水になってるので全然濡れても大丈夫ですし、なんやったら僕これつけたままサーフィンとか海とかも全然入っていっても全く問題ないですし、まあ、さらにこれのいいところはソーラーパネルがついてて、電池を交換する必要がないので、こうやって光、これ今照明ここにあるんですけど、光こうやって当てておけば充電されるので、まあ、普段であれば部屋の電球のライトってあると思うんですけど、そこにさえ当てておけば普通に置いとくだけで充電されて電池がなくなるってことはないので、わざわざこう電池を買いに行ったりとかする手間もないですし、さらに濡れても大丈夫やし、でアイスホッケーの選手が思いっきり打っても壊れないっていうぐらい頑丈に作られているので、まあ、本当に昔からあるので有名でご存知の方も多いとは思うんですけど、定番のものがなくならへん理由ってやっぱりいいからなくならへんと思うので、そう考えたらやっぱこういういいものってずっと続くねんなと思って、まあ、僕も実際使用しててこれは困ったことないので、特にこれから梅雨とかで全然濡れても問題ないですし、まあ、一応これも紹介しておきたいなと思います。We scream, we fight, and no one knows the reason. We're
で、最後はですね、スニーカーになってるんですけど、それがですね、こちらのゴアテックスを使用してるホカオネオネのスニーカーになっております。で、最近はですね、結構ゴアテックスを使用してるスニーカーって結構多かったりすると思いますし、それこそコンバースであったりだとか、いろんなブランドからゴアテックス使用してるスニーカーってあると思うんですけど、僕今回初めてホカオネオネのスニーカー履いてですね、トレッキングしてみたりとか街中歩いたりはしてて、まぁ、ちょっと今汚れてるんですけど、ガンガン使用していってるんですが、これはほんまに履き心地いいし、雨に濡れても大丈夫やし、ということで、意外と皆さんアウターとかジャケットは雨に濡れへんようにって考えはると思うんですけど、足元ってあんまり考えへん方多いんかなとかって思ったりしてたんで、まあ、それでも足濡れるのって結構嫌じゃないですか。だから足濡れへんだけでなんか守られてる感があるとか優越感があるというか、こう多少の水たまりパシャンって入ったとしても靴下とか濡れないので、でなおかつ履き心地もいいって考えたら、まあこれはめちゃくちゃ良かったなと思うので、まあ、防水アイテムの一つとしてご紹介させていただいたという感じになっております。はい、というのがですね、僕が持ってる防水アイテム17点っていうことになってるんですけども、まあ、最初にもお伝えした通り、まあ、簡単な説明をざっとさせてもらってですね、今後おすすめの防水アイテムベスト5とかも紹介していきたいなというふうに思いますし、あとまあ防水まではいかんねんけども、多少の小雨ぐらいのジャケット欲しいねんっていう方は、小雨のおすすめトップスベスト5っていうのも作ろうと思ってますので、まあ、それに関しては僕の個人的趣味とか僕の使った感想とかがもろに反映されてるので、まあ参考になるかどうかはわからないんですけど、まあ、楽しみにしていただければなというふうに思います。で、今回紹介した17点の細かい説明っていうのはですね、最初の方にもお伝えしたんですけども、別語でちゃんと解説してる動画はまたありますので、気になる方はそっちを見ていただいて、あ、こういう機能あんねんなとかっていうのを見てもらえればいいと思いますので、それは一応動画説明欄にまた下貼ってますので、興味ある方は見ていただければなというふうに思います。はい。ではですね、本日は自分が持ってる防水アイテムを全て紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。